縁、春秋、縁、縁、紀元前1100年頃引く、紀元前222年は、中国に、周代、春秋時代、戦国時代にわたって存在した国。春秋十二列国の一つ、また戦国、七尾の一つ。河北省北部、現在の北京を中心とする土地を支配した。首都はあざみ、京で、現在の北京にあたる。縁と、京城の遺跡は、 北京一房山区に所在する。縁の始祖は、周建国の元君である飯港、飯の公であるのい、小公石は、大の字の両脇に百である。しかし、周大初期のツバメについてはわからないことが多い。聖の白爵であった。河南省の南縁国に対して、北縁とも言う。当時は縁ではなく、と書いていた、本稿では、以下、縁と書く。 メシコウの一族ははじめ、三島半島のいより、ロの近隣に封じられたが、西欧の時、六父の乱の鎮圧後、現在の北京近辺に移った。このため国名を縁と言った、縁イコールイコールツバメ、すべて縁と読む。またこの時、現地にあった藩公国が入れ替わりに、現在の先生省に移った。ツバメに残った漢の旧住民は多く、藩士を名乗った。 青州時代、縁の東方、現在の両年昭和朝日市、格拉震災翌日期に、二公という都市国家があり、縁の属国であったが、春秋時代を待たずに、北方遊牧民に滅ぼされ、ツバメに亡命した住民が多かったらしい。春秋時代以降、縁の次第武装に、勘や、見押とするものが見られる。春秋時代のツバメについては、司書に記述が、極めて乏しい。 北方の山恵比寿に攻められた際、当時の君主、昌校は、隣国の覇者、聖の観光に援軍をこい、山恵比寿軍を撃退したことがあった。紀元前664年、紀元663年。この戦いの後、昌校は観光に、感謝の意を表するために、聖まで観光の軍を送っていった。その際に、軍は、縁と聖の国境を越えて、 生国内に入ってしまっていた。その当時の通年上、自国まで軍を見送らせることができるものは天使、すなわち、周王しかおらず、それについて、時の明細書、漢中に指摘された観光は、一部事業を切り取って、縁に授けたという。これにより観光は、諸公の信頼を集め、ますます名声を高めたとされている。戦国時代に入り、 紀元前334年の段階で、四季素新列伝によると、東に、朝鮮、両東、北に、林湖、老藩、西に雲中、旧原、南に、小田、液水があると言われており、すでに広大な領域を支配していたことがわかる。紀元前323年に、王、佐比を名乗るようになった。第二代の王の、檜の,の辺を口に変えた字は、最小のこを両盲信し、 行春に習うと言って、全城を行い、これにより国内は、騒乱状態となった。紀元前315年。翌年ここに、蔡、天才が付け込み、兵を出して侵攻し、全土を併合したため、一時的に滅亡状態となった。紀元前313年、孔子職がこれを倒して、蔡軍も撤退したので、孔子職は即位して昭王となった。昭王は、 一時とはいえつばめを亡国に追い込んだ生を深く憎み、いつか復讐したいと願っていた。しかし当時の際は旗と並んで最強国であり、縁の国力では非常に難しい問題であった。昭和は人材を集めることを願い、どうしたら人材が来てくれるかを各界に尋ねた。各界は死んだ馬の骨を買うの故事を例えとして話し、まず私を優遇してください。 さすれば、各界程度でもあのようにしてくれるのだから、もっと優れた人物はもっと優遇してくれるに、違いないと思って人材が集まってきます。と答えた。最初に先王がたぶらかされたことによる苦労の経験があったにもかかわらず、昭王はこれを入れて、各界を死と仰ぎ、特別に宮殿を作って、各界に与えた。これは後世に、まず会より始めようとして、有名な逸話になった。 各界の言う通りに、ツバメには、名将、学期、祖神の弟、イケルダイなど、続々と人材が集まってきた。また、時期は不明であるが、将王は、不良不死の仙人を求めて、東方の会場に人を派遣したという。これらの人材を使い、将王は、縁の改革、再建を進めた。この頃、将軍の戦いを派遣して、北方遊牧民族の投稿を打った。 式は、東湖は千里退いたという。また新領土に、軍権勢を敷き、植田に、両尾、右北平、両西両東の五軍を設置し、儀略によると、戦いに作り火から上兵までの東西に千里にわたる、縁の頂上を築かせたという。戦いはさらに満帆汗、平安北道博側に至って、朝鮮との境を定めた。式の誘致里は植田に、 両尾など、西半分のことで、儀略の言う二千里は両島まで含めたものという説も、あるが、四季が言うのは東港が北に去った距離だから、南北のことであり、儀略の言う東西二千里と矛盾するものではない。ここで一つ注意しなければならないのは、考古学的には、この古軍の違いに編入されたのは、これより、約200年ほど前のことであることが判明しており、歴史書が語る年代はあくまで軍。 建成志向年代や、頂上建設年代であって、それを領土獲得年代と誤って記述してしまったものと考えられる。十分に力をつけたツバメは、再方位網を形成し、紀元前285年、紀元前284年に学期率いる五カ国連合軍50万が、再軍20万を撃破し、さらに学期は、西の首都林を陥落させ、京都、 ソクスミを除く制の都市をことごとく占領した。この頃、ツバメは朝鮮をさらに打って、朝鮮半島北部も領有した。また、南部の新番を略属させ、ところどころに要塞を築き管理を派遣して治めていた。以後約5年間、ツバメは現在の河北省、遼寧省のみならず、朝鮮半島と山東半島のほとんどを併合していたことになり、三海業の ツバメ、巨大なる燕、四季の、前縁、完全なるツバメとはこの時のツバメの状態を指すとの説もある。一躍、兵部隊に踊り出たと思われたツバメだが、昭王が死に、この慶王が即位すると学器を疑って、朝に走らせてしまった。紀元前二七十九年、占領していた際は学器がいなくなると、多端によって取り返され、三島半島の領土は失った。 しかし、昭和の置いた五軍と朝鮮半島はなお保持していた。その後は旗が圧倒的に強制となるが、旗との国境を接していないツバメはその圧力を感じることなく、むしろ隣接する聖や蝶の圧力に対抗するために旗と結ぶこともあった。ところが、紀元前228年にツバメと旗の間の干渉国的な役割を、 果たしていた蝶が真によって滅ぼされると、ツバメは直接真の圧力を感じることになった。この状況を覆そうと大使胆は、旗王星に対して経過という資格を送ったが、失敗した。この時、経過に同行した旗舞踊は常実の旗いの孫で、ある。激怒した旗王星にツバメは攻められて、首都は陥落した、紀元前226年。大使胆は殺され、 縁王期は両党に逃れたが、紀元前222年に、真の将軍の王本に攻められて王が捕虜となり、ツバメは滅んだ。特攻の地、縁の本土は、旗の紅葉軍となり、将王が置いた五軍と合わせて、真の統治下では六軍となった。朝鮮半島のツバメの諸要塞は、上と下の二箇所にまとめられたが、両党軍に属することになり、前代と同様、 管理を派遣して収められた。新松干書の動乱の中で、紀元前209年、蝶にいた武臣から派遣されてきた将軍、藩広氏が現地の援人らに衰退されて、猿王となって自立した。紀元前206年、皇運の奉献により造田が猿王に建てられ、もともとの猿王だった藩広氏は両党王に移された。その年のうちに、造田は、 半広氏を攻め、両党を併合して、円全体の王となったが、戦乱状態のため朝鮮半島は放置された。円王、蔵太は、紀元前204年に、関心に基準、紀元前202年には、軍友将らと共に、流鵬に皇帝の尊号を立て祀った。が、その年のうちに反乱を起こし蔵太は処刑。蔵太に代わってロアンが、円王に奉建された。 紀元前195年、ロワンは強度に亡命し、縁国は敗され、軍権となった。三海行海外北行に、二国在用かつばめなうきた。和族つばめ。という一説がある。二国の位置について述べた文であるが、二国についてはいろいろな説があるため、ここで言う和の位置については確定しない。また、属するの意味も、普通に和は、 縁の属国だったという一般的な解釈と、十二、分野説でのツバメ文に属するの意味とする説とがある。いずれにしろ、三回行の中でも、海外行きた行は、期限前後の成立と推定されており、和に関する最古の記録の一つであることに違いはない。真に滅ぼされる、楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。